はい、ですから、これは萩生田さんの問題を超えて、安倍首相自身がもうこれを承認したということで、安倍首相自身の問題だと考えていいのではないかと、先ほどのお話を聞いてて思いました。本人が指示した、指示しない云々ではなくて、それを追認したので、またそういう人を多分公認することになるので、これはもう安倍首相自身の総裁としての責任問題であると思っていいと思います。わかりました。木村さん、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。西田大学准教授の憲法学者木村壮太さんにお話を伺いました。西田大学東京。はい。さて、記者の方からこんなメールが来ております。ラジオネームのっこさんからです。某新聞社の地方支局で記者をしております。弊社にも公平性を求める文書が届いたことがあるのかはわからないんですが、選挙関連の記事に公平性がないかについてはいつも気を配っています。今回のテーマと直接は関係ないですが、選挙のたびに問題に感じることがあります。泡沫候補を除く全ての候補に名前、住所、経歴、肩書、連絡先、所属、支持政党などなど決まった書式で記入してもらったり、顔写真やポーズ写真を撮影したり、プロフィールを取材したり、いわゆる基本情報を集めなければなりません。また定番ものの記事も求められます。どこどこの選挙管理委員会がどこどこの選挙事務所が準備に追われるなど、読者にとってどんな意味があるのかわからない記事がしばしば載ります。一方、政党や候補者の実績や公約の検証に注力する、余裕はほぼ皆無。こんな選挙報道でいいはずないのですが、こういう選挙報道を読みたい、見たいという声をどんどん上げてほしいと思います。例えばコラージュとかデマとか流したら、それは不公平だし大問題というふうになるんでしょうけど、急遽変わったということになるんですね。でこれが例えば慣例化していくならと、こういったものは中立公平なんだという判定が制限の中に設定されてしまって、これから2週間信じてくださいっていうほどのことをちゃんとやってきているっていう自負が本当にあるのかどうか、新聞にしてもね。
力側に収まってるっていうことをしてきたりしまってるとすれば、だとなったら市民社会はそっちの味方してくれないじゃないですか。あんなことあったじゃないか、ね、だからそこが一番問われてる問題なんです、僕は思うんですよ、そんなあの法律上ね、そういうことを突っ込めるって言ったら、そんなこと突っ込んだら、例えば日本以外だったらどうなるかと、もしあのなんですか、そういうのは一応公平と自分の思っての基準とちょっと違う報道しましたと、したら突然なんか停反なんてね、チャンネル合わせたら砂嵐が流れるってことになった時で、果たしてその市民社会がそんなことを許すかっていうねことなんですよ。だからやっぱ本当最後の最後と言われるとそこで、僕はメディアは本当にここで大きくね決めなきゃいけないことがあると思い、これまではね本当の少数のメディアが、まあ、メディア市場を独占していたと、でそこにはいろんなやっぱ制約もあったからね、まあそんななかなか本当に自由な報道っていうのは難しかったところはあったかもしれない。でも今や今ね平野さん言ったみたいにネットも来て、これからはもう本当にそういう意味では1メディアしかないわけですよ。それをね今どちらかというと彼らはなんとか自分たちが持ってる特権を抱え込んで、なんとか死なないように頑張って、いうことで権力にすり寄ってるところがどうもあるようだと、でそこをやってる限りはこういうことは続いて、こういうことをやられると結局すいませんっていうことをし続けなきゃいけなくなって、どん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 信用を失ってしまう可能性があると、今もう本当にこれギリギリですよ。これを受け入れたら申し訳ないけど、それはもうちょっとジャーナリズムと言えなくなりますね、これを受け入れたらね。だからもう今ギリギリのとこなんですよ。ここでこんなのを蹴飛ばせるような状態に自分たちの身を清めるってちょっと変な言い方なんだけど、できるかどうかが今問われてるギリギリのところのことなんです、はい、短期的にというか、あの直近では当然その政党、まあ、与党としての、その、まあ、現れ方、動き方というのを問われる案件ではあるけれども、同時にメディアが例えば自粛するのかとか、それでどうして答えるのかというのを答える案件でもあるけれども、あと同時にそもそもの、まあ、メディアのこの数十年間の歩みとか、それから市民がそれとどう付き合っていくのかとか、トータルで問われてる案件なんだという視点を、実は多くの人たちが共有しなくてはいけない。そういうことです。それを共有するためにはでも、これテレビが報じない、メディアがそれをちゃんと報じられるのなきゃいけない。新聞は今回報じてますけれどもね。だからそこがやっぱり報じないことの怖さなんですよ。あのよく僕らがね、そのビデオニュースの番組で、鍵のかかった箱の中の鍵問題にメディア問題あるようですね。要するに、まあ、鍵が中に入ってもまあ閉めちゃってるっていうのがメディアの状態だから、じゃあその鍵をどうやって開けるのかってメディアが、開かないとそれが開かないみたいな、どっちが先かみたいになってるでしょ。でもそれはやはりメディア側から変わらないことには絶対無理なんです、なのでやはりこれは実はメディアに突きつけられたり、もちろん有権者もしてあれですよ、あのこんなことがあったってことは我々はよく知った上でね、投票行動とか考えなきゃいけないんですよ、でもやっぱりこれはメディアにも、まあ、エクチが突きつけられてる状態だと僕は思います。そうか、はい、あの各党が答えてくれて、この、まあ、配ったか配ったか出ないかってやつは後でインターネット上にまた変えておきますので、これからの議論を参考にしていただきたいと思います。佐岡さん、これから注意すべき点なんでしょうか。やっぱりですね、例のその浅生の質問題で、はい、共同通信から取材を受けて、はい、そのコメントしたのが、やっぱり一般の人から見るとね、どうしても自民党がこういう文書を出すと、やっぱりこうテレビ朝日自粛しちゃうんだっていう外見的に見られてしまう、時期的に重なりましたからね。だから内実がどうかは別にして、それで外形的に言われてしまえば、まあ、メディアってなんか与党から言われると腰砕けになっちゃうんだね。でその見られてしまうっていうことにメディアはやっぱり自覚しないといけないですよね、信頼性の。そうです。だからやっぱり自主自立っていう形で、きちっと自分たちの立ち位置は自分たちが決めるんだっていうことを、やっぱり一般の視聴者なりにリスナーとかに示していかないと、それ信頼されないんですよね。そこが一番問題だと思う。だから公平公正に応じられてるかどうかを決めるのは、実は政権与党ではなくて国民なんですね、最終的には。だからその目で見た時に何が公平公正か、でそれをきちっと出していればね、まあそれで不都合な人たちはいろいろ文句言うだろうけど、そんなもん怖くはないわけですよ。でもそれはやはり見る側も、あるいはウェブ側もね、何が公平公正なのかってことに対して、これまでちょっと非常にね、まあ、幼稚な、申し訳ないけど幼稚な、同じ時間はこうやればいいとかね、顔を出さずに後ろ姿を撮ればいいとかね、ちょっとね先進国の選挙報道としてはあまりにも、まあ、情けないでお粗末なものを平気で形式的な、そう鳴らされてきちゃってるわけですね、でそういう、それからやっぱりその我々もその、まあ、視聴者読者としても、まあ、卒業というかですね、脱却しなきゃいけないと思います。そうですね、これを機に新聞などが、まあ、今回報じたことの先にどう進むのか、テレビを含めて。そうですね、この番組の、はい、今夜はスタジオに立教大学准教授の、砂川義弘さん、広義さん、失礼しました、砂川義弘さん、そしてジャーナリストの神保哲夫さんをお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
paranoia haunts you. Beat the flesh, police to wear my heart. On my feet, let the runway start. You know the miserable, you love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this.体験させてもらったんですけど、
そうなんですか。これね、そう簡単にね、金融機器はつけない。分厚いところとか、糸くるってやっぱりまちまち。そういうものですか。本当だから相当技術、これ難しいです。なるほど。まあ、その技術が、まあ、評価というか、もちろん技術なんですよね。その世代を超えて伝統的な知識とか技術が受け継がれていったっていうこともあるんですけれども、今回登録されている3件っていうのは、いずれも原料に酵素っていうね、和歌の樹木の繊維なんです。だから和紙の材料です、原料ですよね。あのよく一番ね、身近な和紙っていうと何が思いつくものってあります？和紙もそうだね、お囚人の話もそうですけど、もう毎日毎日手にしてるようなものってあるんですよ。ティッシュペーパーとかですか？違う違う。お札。あ、千円札とか一万円札とかっていうのも、これも和紙ですから。そう。で、これは、あの酵素とか水玉とか和紙等の原材料から作ってるんですよ。で、まあ、これはね、作ってる日本銀行は、その和紙の組成分の分量っていうのはこれ、ね、偽札作られちゃうといけないから、内緒にはしてますけれども、和紙技術を使っていると。で、どうしてかっていうと、はい、和紙ってものすごく強いんですよ。そう、お札って聞いたら、そう。すごい強いんだなって。だからこの例えば石州原紙なんかっていうのも3000回以上折り曲げたりとかしてもちぎれないって言われてるんですよ。そのためにその材料となる構造っていうものね、もう地域で栽培をまとめて進めていったりとか、あるいは教育現場で子どもたちに手すきのその体験活動を行うなどして、まあ、こう技術としても継承していく、だそういうことも評価されてるわけですよね。もっと広がっていくといいな。そうですよね。ただ今その悩みってなっているのが、その若い後継者不足っていうね、技術を伝達される側を育てていく。そう、だからその若い人たちにも魅力のある和紙の存在っていうのもこう見つけていくって、これもやっぱり必要でしょうね。でしょうね。さあ、それではニュース知事能力問題です。はい。人類が後世に伝える価値のある文書、書物、楽譜、絵画、映画ね、はい、こういうものを保護するために作られたものが何遺産というでしょうかというのが今日の問題です。これね、話題になった時覚えたんですけど、記憶を凝縮して残してるから、はい、記憶遺産だと思うんです。では正解させてください。その通り、お見事。はい、そう映画だとか、ね、絵だとかね、はい、だからこれはそれぞれにその形のある記憶なんだけど、それをきちんと後世に残していこうというもので、うん、去年日本でもね、慶長遣欧使節関係資料、それから、藤原道長の自筆日記である御堂関白記っていうね、まあ、この2つが記憶遺産に登録されていると。その前に2011年に山本作兵炭鉱記録が記録文っていうのをね、登録されて、へーっていうのをね、思った記憶が蘇ってきましたけどね。大事にしていかないと。ね、ひとつさん、ありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。ここでプレゼントのお知らせです。ニュース自治能力検定の2014年度版公式テキスト&問題集基礎編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオセッション22ニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp まで。毎日金融 N 研セッション、今日は日本の和紙技術について取り上げました。番組では年末にイベントを開催することになりました。その名も TBS ラジオ主催オフィスセッション22総月ホール暮れ出し、こじ出し、僕ら出しセッション大忘年会。滝山記者をはじめセッションゆかりのメンバーを招いて、番組の名場面を振り返りつつ、秘蔵音源やそれぞれのお宝画像、お宝映像なども特別公開する予定です。放送では言えない裏話なども披露しようかな。あの人の発言とかも。日時は12月28日日曜日、赤坂総月ホールにて午後6時開演です。チケットは前売り2200円、当日券は2500円となります。詳しくは TBS ラジオイベントダイヤル 03-5570-5151 03-5570-5151、 または TBS ラジオイベントナビゲーターのサイトをご覧ください。セッションメンバーからの連れの元気なご挨拶、年末は総月ホールでお会いしましょう。TBS Radio 954 Fashion 22
WSK セッション22。この時間は NEC 毎日新聞社積水化学ほか各社の提供でお送りしています。 TBS ラジオ主催ニュース高さメガネ特別編2014、12月28日日曜日、当別公演、冷却時でおなじみ小西克也と北海王子こと武田和明のトークイベント、総選挙後の日本の大問題をズバリ、詳しくは TBS ラジオイベントナビゲーターまで。 TBS ラジオ954、発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション22。さあ、今夜の月光缶バッジ当選者はこちらの3名の方々です。ラジオネームカフェラテさん、おめでとうございます。ラジオネーム灼熱の戦士テイルレッド、おめでとうございます。東京都昭島市にお住まいの小宮山さんです、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。選挙が終わったら今回の選挙行動はどうだったのか振り返りもやってみたいですね。なんかさっきのね、あのメールで記者の方から、そしていろいろね、このスタジオの発言でもありましたけど、特に変な思いがあるのもあるじゃないですか。ねえ、公平って、なんか変な思いがない候補者たちもさ、政策論議をどん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 やってほしいんだけど、何か触れがあってなかなか難しいですよね。その時期後の逆にいろいろ聞きたい、そう知りたい。びっくり聞くということはね、この番組もね、その、毎回別の議員の、別の党の方呼んで、その人で1時間、はい、いいよこの人でっていう、そうしたことでもね、意味あることだと思いますけどね。まあ、これからということです。はい。ここまでネット局でお聞きの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、お聞きください。この後 TBS ラジオお聞きの方は、深夜12時からのミッドナイトセッションにもお付き合いを。今夜のゲストは、音楽ライターの藤田忠史さんをお迎えします。ブルースのお話を。曲とともにしてください。曲がかかりますよ。カードキャッシングのご利用時に払いすぎた利息は過払い金。過払い金は新宿事務所で返金手続きできます。代表は法務大臣認定司法書士の阿部亮。昨年度依頼者6500人、100万円を超える過払い金を無事に返金手続きを終えました。過払い金の返金で借金がいくら減るのか、現金がいくら戻るのか、5分のお電話で無料診断、夜12時まで電話を受け付け、過払い金の返金期限が近づいています。お早めにお電話を。0120-20-30-10-20-30-10-20-30。借金問題は新宿事務所。やるだけやったし、明日の試験は大丈夫だろう。ちょっと待って、ギリ止め対策は大丈夫。ミルクタイプの止めないならお口の中で溶かすだけ、水なしで飲めるんです。とっさの下痢には止めないのフィルムです。この薬品は薬剤師登録販売者に、あ、おめでとうございます。よく読んでお使いください。指定第2類医薬品です。 TBS ラジオ公演劇団1980第60回公演活躍階段贋作露花伝、12月3日から7日まで東京両国シアター会で開催。チケットは電話インターネットで販売中。詳しくは0333217898まで。ザ・トップ5火曜日担当の TBS アナウンサー小川由里です。高田花丸です。12月2日火曜日は新規のゴルフ練習グッズランキングを紹介。ドラゴンを取る勢いで語り尽くします。火曜は飛ばさないようにしてください。見てください。ザ・トップ5火曜日は夕方5時50分から。思います。
和紙屋菊水丸でグリコ事件終結宣言温度です。
really be focused on, because he's proven himself as a football player for 7 years. There's never been a question on what he can do on the field. In her interview with Today Show host Matt Lauer, Jhené Rice said she never considered leaving Ray Rice. A bus driver in Cleveland was attacked by a man who got on the bus and started swinging a sock that was stuffed with a brick or a rock, say authorities. The transit authority says the driver stopped to pick up the passenger in the wee hours on Sunday and was struck repeatedly in the head, neck, and shoulders. The driver was treated at a hospital and released. Police haven't found the attacker yet. Rita Foley, AP Radio News. Your radio, playing whatever. Yeah.
60年代の学生。
see that mustache? Wait, that's not a... Dan, is that you, Ted? I couldn't explain. What in the... Are you wearing pantyhose? Not what you think. I just had to check out Club Alliance's ladies' night. You know, a DJ playing the hottest hip-hop and R&B, a little bit of dancing. You don't actually have to be a lady to be here. It's open to everyone. Ladies' night at Club Alliance in Yokosuka. You don't actually have to be a lady, but it helps. Hey, you're not going to tell anyone about this, are you? Clear. That storm was crazy. Well, back to normal life now. You can't just act like nothing happened. There are base cleanup procedures that we should help out with after every storm. For example, we should check around our homes or dorms for any debris and put it on the side of the road for civil engineering to pick up. And if there's anything too big for us to handle, we can just let CE know. It's also important that we watch out for any downed power lines. You know, you're right. We should get cleaning. Do any of you people do any actual work? Any work at all? Playing whatever. Joe Radio. Watching TV. I don't know.
これはガチでガチで今日自慢を釣られて朝起きたら2回言いますよね、うん、そしたら僕の彼女がどっか行っちゃった、うん、でこの1、1、向いて落とすとというのがブースの構造なんですけど、うん、で、誰でもできると、うん、あ、簡単じゃんと思ってたんですが、うん、でも、この中に物語をね、うん、なるほど、その人は俺ね、俺が彼女に振られたんだっていうその物語をきっちり歌い込めないと、ただのいわゆる歌になっちゃうんですよね。やっぱ物語、おっしゃる通りで、やっぱり物語をちゃんとこうイメージさせないとブースにならないんですよね。絵が降りてくるんですよね。浮かび上がってくるというか。清志郎さんはやっぱりすごい歌手だなって思うんですけどね。不思議なのかな。彼みたいに上手に、上手にというか、絶妙にこう、音を外す。外すんだけども、外れてるなっていうふうに全然思わせないような、こう、フローじゃないですか。ですよね。で、歌詞の内容は、いつかきっとあんたも犯罪を犯すだろうと。これはもう最後の方で。最初の方では、まあ、オイラも、いつかきっと犯罪を犯すだろう。自分の話だったのが、そんな投げかけるようなっていう、この物語の展開とかも。そういうことですよね。はい、自然といろんなことを言っていて、聞くたびに発見がありますからね。はい、まあ、その辺の外し方、音符をジャストでやっていくんじゃなくて、ずれていくっていうね、その粘っこさみたいなものっていうのは、やっぱり黒人はね、独特の、彼なりの、ね、解釈の仕方ですよね。では、今日は曲たっぷりかけますよ。いいですね。はい、続いては次はですね、この本の、ブルースの100年の一つのポイントにもなりました、うん、D.B. キング様ですね、はい、まあ、ブルースの王者ですけれども、日本式に言うとね、90歳になって卒、米寿って言葉ありますけど、その上の90歳で卒業の卒寿、というので、めでたいというので Five Long Years を歌を聴いていただけないかと思うんですが、これなんでこれ選ぶんだかと言いますと、今清志郎さん聞きましたが、あるシーン聞きましたけれども、あのバンドスタイルでギターがケンケンハンとなって、それでああいうふうな歌い方をするっていうのは、もう僕ら日常ですよね。当たり前じゃないですか。これって実を言うと本当にブルースの核なんですよね、はいはい、ブルースはこういう形を始めて全世界に広まったから、僕らは普通に共有するようになったっていう、それの一つの完成性を作ったのが D.B. キング大先生なんですね。では、まず書きましょうか。はい、D.B. キングで Five Long Years。
器をきれいに洗ったらしいんですね。そういう、なんていうんですかね、先人をこう、敬って大事にしてってよ。だからよくね、たまに稽古を見に行きますとね、稽古終わった後みんなこう土俵にこう枕を替えて座って、そしてあの CD があるんですよ、あの特攻兵がこうお母さんとか家族に書いた手紙の、CD があるんですね。それをこう聞かせたりとかですね、そうするとやっぱりこう涙を溜めて聞いてる力士もいますよ。だからただ稽古して強くなるだけじゃなく、やっぱりこうふるさとのこう、親とか家族を思いながら、頑張らなきゃいけないっていうね、常にふるさとを背負ってるんだということを弟子にこう日々教え込んでるんですね。ね、こうやっぱりこう、ね、いろんな形で続いてきてるわけですからね。はい、だからそういう気持ちを大切にできないやつは、やっぱりこう、周りの友人ですとかそういう人たちを大切にできないと。でもね、本当に素敵な先輩が親方は ね、そうですね。でもその他にもまだ忘れられない方がいらっしゃるっていうのが、境川親方が独立するときに同じ出羽海部屋から、一緒についてきてくれた親方がいまして、元吉野谷っていう親方なんですけど、この人もまたすごい味がある人で、よく四股を踏み、特にですね、ただ踏むんじゃないと、ね、一つ父ちゃんのため、母ちゃんのため、三つ目ばあちゃんのため、そういう思いで思考を踏みなさいと。そうするとやっぱりこうただ思考を踏むよりもこう一つ一つの思考にですね、気持ちがこうこもっていくんですね。プロの力士でも思考ってね、やっぱりね、相当な強い信念を持たないと飽きてくるんですね。単調な動きですから、どうしてもこのサボりたくなるんですね。楽をしようと思うとどれだけでも楽できるんですね、思考って。でもちゃんとやろうとすると50回も踏めばもう本当に足がこうプルプル震えてくるぐらい厳しいトレーニングなんですね。そこでもってやっぱりその親のことを思ったり、ね、おばあちゃんのことを思ったり、いろんなことそのいろんな人の顔を思い浮かべながら思考するとまたね、ただ踏んでるのと違います。この親方の口癖はですね、福沢諭吉も言ってるだろう、人の上に人を作らず、人の下に人を作らずって言うだろうって言ってるんですけど、本当にその通りの生活するんですね。すごいですね。例えばですね、部屋にいっぱい魚が差し入れ、ブリなんか何匹も冬場になると差し入れされるんですよ。そうするとね、残すこともあるんですね。そうするとこれ残ってんのかって言って、そのブリを持ってまな板、包丁、衣装着持って公園に出かけてって、その辺にいる人たちですね。あわけってやってすごいですね。一緒に魚さばいて魚盛りするわけですよね。でもなんか本当に舞の海さんの周りがこういう、こう味わいのある素敵な方がいっぱいいらっしゃる。いや本当に落語の世界をそのまま生きてるような親方ですね。そうです。ここでね、音楽をちょっと、祭りの後というね、そうなんです。これいつも境川親方とよくお酒を飲むとですね、これを歌えとですね、この歌詞の中にですね、やっぱりこう男はなんかこういろんな過去の辛いことでも苦しいことでもこうぐっとこう海の底に沈める、そしてこうさりげなく生きるっていうかですね、痩せ我慢しながら生きる、そういうのをこう自分の人生と重ね合わせてるのかもしれないですね。そうですか。では桑田佳祐さんで祭りの後。